い、こんにちは。産婦人科医の高橋れなです。いつもご視聴ありがとうございます。コメントもありがとうございます。今日はですね、ちょっとしっかりメイクをしてます。ちょっとこの後用事があるので、本日はですね、一つお知らせがあって、普段私は産婦人科医として、大学病院とかクリニックさんとかで勤務をさせてもらってるんですけれども、この度美容クリニックさんで勤務をすることが決まりました。20代の時から私ボトックスを顔面に打っていまして、四ツ谷リリスクリニックさんって言って、毎週水曜日勤務しているところでもボトックスの施術とかを行っているんですけれども、この度赤坂見附駅から徒歩ほんと5秒ぐらいのところにあるイートップクリニックさんという美容クリニックさんでですね、2月27日日曜日に勤務させていただくことになりました。で、今後ですね、おそらく月1ぐらいで不定期なんですけれども、週末日曜日とかに伺おうかなと思います。どういうことをやるかというと、基本的には保険診療はまず行えます。例えばもう本当に一般的な婦人科検診だったりですとか、織物の異常、織物の匂いとか、なんか性病の検査が気になるとか、そういうような一般の婦人科ですねをやります。で、それプラスで美容クリニックさんなんで、婦人科形成手術、例えば小陰唇縮小手術ですね、あそこの形が気になるとか、非対称が気になるとか、あと陰核包茎とかですね、そういうような手術も今後させていただこうと思ってます。なので、そのような婦人科形成の手術のカウンセリングも受けたまわっております。大学病院とかそのクリニックさんとかだと、どうしても平日の勤務になるので、日曜日じゃないと受診できないっていう方も結構いらっしゃったんですよね。で、そのように SNS とかのコメントとかでも結構いただいてたんですけれども、今回イートップクリニックさんで勤務させていただくのは日曜日ですので、ぜひ普段平日病院に受診できないっていう人はですね、ぜひ予約を取っていただけたらいいかなと思います。完全予約制なので、イートップクリニックさんのホームページ概要欄に貼っておきますので、そこから予約を取っていただいて、高橋の外来希望というふうに言っていただけたらいいかなと思います。で、美容クリニックさんなんで、すごい高いんじゃないかと思うかもしれないですけれども、自由診療に関しては自由診療ですけれども、保険診療でできる部分は全部保険診療でやります。症状がある方に関しては保険診療です。で、その婦人科形成とかは自由診療になりますので、それはホームページを見ていただきたいんですけれども、私の婦人科形成手術モニターさんを募集しておりまして、これが結構ですね、びっくりするぐらいのお値段なんですね。小陰唇縮小手術が16万5000円、腹皮切除が8万2500円、陰核包茎の手術が8万2500円で、別途麻酔代がかかります。で、これ税込み価格ですね。で、普段のイートップクリニックさんの金額の半額でモニターさん募集しておりますので、ぜひこの際ですね、気になる方、そのいきなり受診をしたからといって絶対手術するっていうわけではないので、ぜひカウンセリングだけでもですね、私の形って変ですかねとか、大丈夫ですかねとかいうご質問とか、めちゃめちゃ TikTok のコメントとかでもいただいてるので、もうカウンセリングだけでもいいので、ぜひよかったらいらしていただけたらいいかなと思います。保険診療もできるってところがすごいポイント高いなと思いますね。美容クリニックとかだともうほぼ自由診療になっちゃうので。で、この美容クリニックさんですね、美容クリニックなんですけど、ちゃんと内診台とかエコーとかもありますので、安心だと思います。他には他のクリニックでピルをもらってるけどあんまり効かないとか、生理痛の人とか、普通にピルの継続処方の方とか、継続で処方をもらいに来るというのでも大丈夫ですので、ぜひご予約いただけたらいいかなと思います。今回の動画の趣旨とは、そんなに関係ないんですけれども、最近その YouTube とか TikTok とか Twitter とかをご覧になって受診をしてくださる方も結構いらっしゃるんですけど、大学病院だと私は火曜日と金曜日ですね、東邦大学医療センター大橋病院ってところで勤務させていただいてるんですけれども、その曜日でないと難しいって方だったら全然大丈夫なんですけど、大学病院の場合、初診だと紹介状がないと特定初診療養費って言って5500円ぐらい余計にかかっちゃいますので、じっくりお話は聞けるんですけれども、ちょっとそのお金に余裕がないとか安くしたいっていう場合にはですね、最初はクリニックさんを受診していただけるといいかなと思います。他には水曜日は四ツ谷リリスクリニックってところに行っていて、日曜日の診療ですね、これすごい珍しいので、2月27日日曜日のイートップクリニックさん、ぜひですねご予約いただけたらいいかなと思います。本日はこの辺で終わりにします。最後までご覧いただきありがとうございました。産婦人科医の高橋れなでした。みんな会いに来てね。